フォースタス博士は、クリストファー・マーローの儀曲、ファウスト博士の伝説を下敷きにした悲劇である。1592年頃に初演され、1604年に出版された。フォースタス博士は1589年から1592年の間のいつ頃かに執筆され、おそらく1592年から1593年のマーローの死までの間に上演された。 二つの異なるバージョンの儀曲が数年後、ジャコビアン時代に刊行された。フォースタス博士の初期の上演の強烈な上演効果は、上演の最中に本物の悪魔たちが舞台に現れて、俳優と観客が非常に仰行転したことがあり、その光景のせいで一部の観客が正義を失ったと言われているという伝説が周囲で、直ちに発生したことが示唆している。 学問に行き詰まったフォースタスは魔術を学ぶことにし、メフィスト・フェレスと魂を引き渡す代わりに24年間メフィストがフォースタスの命に従うという契約を交わす。フォースタスを救おうとする前天使と魔術に引き入れようとする悪天使との葛藤があった後、メフィストはフォースタスに見世物として7滞在に対面させる。まず、ローマ教皇庁に潜り込み、 数奇教に化けて一騒動を起こし、次に姿を消して、教皇の食べ物や飲み物を奪い取り、果ては教皇を殴打する。次に神聖ローマ皇帝に、アレクサンドロス三世とその日の姿を見せて、蝶を得る。それを妬む者から、不意打ちをかけられるが何な気を得、かえって彼らの頭に角を生えさせて復讐する。最後に、トロイ戦争のきっかけとなったヘレンを愛人にする。期限が切れると、 契約を守り神に許しをこうことなく、地獄に落ちてゆく。学者たちは、学生たちと共に、ホースタスを手厚く葬ることにする。海軍大臣一座は、ホースタス博士を1594年10月から1597年10月までの3年間に24回、上演した。1602年11月22日、フィリップ・ヘンズローの日記には、 戯曲への過失のためサミュエル・ローリーとウィリアム・バードに4ポンドを支払ったことが記録されており、この日からすぐ後の再演を示唆している。フォースタス博士の初期の上演の強烈な上演効果は、ある伝説が周囲で、直ちに発生したことが示唆している。ウィリアム・プリンは1632に執筆した演劇批判ヒストリオ・マスティクスの中で俳優と観客が非常に行転したことには、 本物の悪魔たちがホースタス博士の上演中に舞台に現れたことがあるという話を記録している。一部の人々はその恐ろしい光景に取り乱し正気を失ったと伝えられている。ジョン・オーブリーは海軍大臣一座の主演俳優、エドワード・アレンはこの事件の責任を直接的に果たすため、晩年、ダリッジ・カレッジの設立といった事前活動に専念したという、 関連した伝説を記録している。関連する記録の混乱により、議局に対する権利をめぐる衝突が示唆されているものの、ホースタス博士は、おそらく1592年の12月18日に、書籍出版業組合記録に登録された。あとの1601年1月7日付の、書籍出版組合記録の記載は、ホースタス博士1604年の最初のバージョンの、 出版社である、書店主、トーマス・ブッシュネルにこの劇の権利を返している。1610年7月13日、ブッシュネルは劇に関する権利を、ジョン・ライトに移譲した。フォースタス博士には2つのバージョンが存在する、トーマス・ローのために、バレンティン・シムズによって印刷された1604年の4つ、オリバン一般的に、A、エーテクストと呼ばれるものである。表題紙は、 作者名を CH マールとしている。このバージョンの第2版は1609年、ジョン・ライトのためにジョージ・エルドが印刷した。過失修正を加え、ジョン・ライトによって出版された1616 16年の4つ、オリバン、一般的に B テクストと呼ばれる。この2つ目のテキストは1619年、1620年、1624年、1631年。 そして後年の1663年に増撮された。過失と修正はマイナーな劇作家であり、作家のサミュエル・ローリーとウィリアム・ボーによって行われ、マーロー自身が加わった可能性もある。1604年のバージョンは単純により古いという理由で、マーローの生前に最初に上演された劇により近いと考えられていたこともあった。 1940年代、レオ・キルシュバウムと WW ・グレッグによる重要な研究の後、1604年のバージョンは省略版であり、1616 16年のバージョンはマーローのより完全なオリジナルに近いものとみなされるようになった。キルシュバウムとグレッグは A テクストをバッドクオートのようなものとみなし、B テクストはマーロー自身に関連付けられると考えていた。 その後、学会の潮流は変化し、大多数の学者は、現在、チャールズ・ニコルによれば、短縮と、解約がされているものであっても、A テクストはより権威あるバージョンだと考えている。A テクストと B テクストの間の相違点の一つは、ホースタスによって召喚される悪魔の名前である。A テクストでは大抵、メフィストフェレスと書かれているのに対し、B テクストのバージョンでは普通。 メファストフリスと書かれている。それぞれの場合においてこの悪魔の名前は、1588年頃に、英語訳が出版された資料である、ファウストブーフのメフィストフェレスを出展としている。テクスト同士の関係は定かではなく、多くの現代の版では両方を印刷している。エリザベス朝時代の劇作家の常として、マーローは、観光に関与しておらず劇の上演に対する、 管理権限も持たなかったため、場面の削除や短縮、新しい場面の追加は起こりうることだった。そのため、成立した印刷物は元の原稿を修正したバージョンである可能性も存在する。過去には、ホースタス博士の喜劇的な場面は他の作家による過失だと推量されてきた。しかし、今日ほとんどの研究者は、作者が誰であるかに関わらず、 喜劇的な場面はこの劇に必須の部分であると考えているため、この部分はなお出版時に残されている。フォースタス博士は、より以前の物語に基づいており、ファウスト伝説の最初の演劇家だと考えられている。一部の学者は、マーローは一般にザ・イングリッシュ・ファウスト・ブックと呼ばれる、広く普及した1592年の翻訳から物語を発展させたと考えている。 これより前に、イストリア・フォン・ディ・ヨハン・フーストンという、1587年に、刊行されたが失われたドイツ語の版があったと考えられており、これ自体が同様にまともな形で残っていないより、以前のラテン語のパンフレットから影響を受けている可能性がある。15世紀末の数人の占い師や、魔術師は、恵まれた幸運なというラテン語に基づくフースタスという名前を用いた。 典型的な例は、先生術師、手相占い師と自称し、その営業によって、インゴルシュタットから追放されたゲオルギウス・ファウストス、ヘルムステテンシスである。後の注釈者はこの人物を、伝説上のファウストの原型であるとみなしている。ホースタス博士は13話もしくは12話の戯曲で、ブランクバースと3文で書かれている。研究者たちはこの戯曲の構成を、 その歴史と文体に沿って論評、分析してきた。レオナード・ H ・フレイは、主に開幕と終幕でのホースタスの独白に焦点を当てた論考を執筆した。フレイは、独白は、あるいは他のどんな演劇的仕掛けよりも、舞台上の出来事への創造的関心に観客を没頭させると述べ、ホースタス博士の中の独白の重要性を強調している。また、 冒頭と終幕の独白はコンセプト上で対比されている。冒頭の独白でフォースタスは彼の人生の運命とどのようなキャリアを望むかについて実行し始める。彼は自分の魂を悪魔に与えるという解決を決断して独白を終える。同様に終幕の独白でもフォースタスは実行を始め最終的に自ら定めた運命を受け入れる。フレイはまた 終幕の独白の全体的なパターンは開幕の独白の残酷なパロディとなっており、そこでは決定が外観の前ではなく、後で下されると説明している。フォースタス博士は、魔界との怪しげな交流を描いたことによって、多くの論争を生み出した。マーロー以前は、こうした試みは少なかったが、フォースタス博士以後、他の作家たちも超自然的な世界へと目を向け始めた。 ホースタスは、法学、論理学、科学、進学のいずれにも満足できず、魔術に魅了されて邪悪な術に没頭する。チャールズ・ニコルによれば、このことは、ホースタス博士を魔術の問題が議論の対象となっていた、エリザベス朝時代、さらに、ルネサンス・オカルティズムが科学上の進歩を目的としていた時代のものとしてはっきりと位置づけている。学問の職人である。 フォースタスからパラケルススによって推進された実地経験を連想するニコルは彼にパラケルススの追随者である技術者たる魔術師を見ている。スーザン・スナイダーによればメフィストフィリスはフォースタスが自らの計画を遂行した場合に耐えねばならない苦痛を予告している。フォースタス博士の最初のテレビ番組としての本案は1947年に BBC によって放送された。フォースタスを演じたのはデイビッド・キングウッド、メフィストフェレス役はヒューグ・グリフィスだった。1958年に放映された別の BBC のテレビ版はロナルドエアによる学校教材用の本案でウィリアム・スクワイアがフォースタスを演じた。1961年、BBC は2エピソードからなるテレビ番組として フォースタス博士を本案し、アランドビーがフォースタスを演じた。この作品も学校教材用を想定されていた。フォースタス博士は1967年にリチャード・バートンとネビル・コグヒルによって映画として本案された。この映画はエリザベス・テイラー演じるトロイのヘレンの相手役として、バートンがフォースタスを演じたオックスフォード大学演劇協会の公演に基づいていた。 ありがとうございます。